フィリップ・ジャルスキーは、フランスのカウンターテナー歌手。華やかさのある美声と超絶的な技巧を持ち、バロックの声援楽曲の解釈で、高い評価を受ける。メゾンラフィトの生まれ。ジャルスキーという珍しい姓は、ロシア革命を逃れて、フランスに渡った祖父が入国の際、名前を聞かれて、ヤールースキーと答えたのが性として登録されたものと、本人がインタビューで語っている。 11歳からバイオリンを、15歳からピアノを習う。楽器を始めたのが遅かったため、気楽演奏家になるというよりは、家政学や作曲法を勉強するつもりで、音楽院に入学した。ベルサイユの CNR で、バイオリンのディプロマを取得した後、18歳で声楽に転校し、ニコル・ファリアンラに指示。パリの CNR の古学科声楽専攻を2001年に終了。 デビューは、音楽院在学中の1999年、カウンターテナーのジェラール・レーヌ率いるイル・セミナリオ、ムジカーレが演奏したアレッサンドロ・スカルラッティのオラトリオ、エルサレムの王セデーチアの公演で、イスマエーレ王子役に抜擢される。この作品が、バージンレーベルで録音され、そのまま、レコードデビューとなる。その後、モンテベルディ、ポッペアの体感、オルフェオ、ディバルディ、 ウティカのカトーネ、ヘンデル、リナルド、アグリッピーナなど様々なバロックオペラに出演した。2007年には、ウィリアム・クリスティ式の下出演者全員が、男性歌手という初演時と同様のプロダクションで、初期バロックの作曲家ステイファノ・ランディの音楽劇、聖アレッシオのタイトルロールを歌い、話題となる。自身のグループ、アンサンブル・アルタセルセとの音楽活動のほか 指揮者のジャン・クロード・マルゴワールや、ジャン・クリストフ・スピノジヒキール、アンサンブル・マテウス、ジャン・チュベリヒキール、アンサンブル・ラ・フェニーチェ、エマニュエル・アイムヒキール、ル・コンセール・ダ・ストレイなどとの共演が多い。また、指示したファリアンが、フランスの近代歌曲の専門家であるところから、音楽院時代から、バロック曲と並行して、フランス歌曲にも取り組んでおり、2009年に、レーナルド・アーンや、 エルネスト・ショーソンなどのフランス歌曲作品を集めたディスク、オピウムをリリースしたほか、日本を含む世界各地でフランス歌曲のコンサートを行っている。2004年にフランスのビクトワール・ドゥラム・ジーク賞、新人オペラ・アーティスト賞、2007年に同じく年間最優秀オペラ・アーティスト賞を受賞。2008年には同賞の最優秀レコーディング賞を受賞した。 そして2010年に2度目のビクトワール・ドラ・ムジーク賞、年間最優秀、オペラ・アーティスト賞を受賞。また、ドイツのエコー・クラシック賞では2008年の今年の男性歌手に選ばれている。2009年1月にフランスの芸術文化勲章の一つ、シュバリエ勲章を受勲した。同じく2009年にオランダのエディソン賞ソロ歌唱部門を受賞している。 ありがとうございます。